2067年日本ハイテク鎖国から10年ついに秘密のベールが暴かれようとしていた。今回のミッションは日本潜入だ。機械の塊は嫌いなの。最終スタンバイ、俺の合図で全機突入。しかし日本は想像をはるかに超えた変貌を遂げていた。この10年間で君たちが初めての外国人旅行者だ。大いに歓迎するよ。ここはどこ？ここはかつて東京と呼ばれた町。町の外は全部荒野なんだって。ベクシルセラ少尉を追跡中です。大佐、セラ少尉の生体反応しか認識できません。どういうことだ？あれは人ではないのか？マリオはまだ失っていないもののために戦っているんだと思います。たとえ欠片しか残っていなくても、我々はまだ人間だ。ベクシル2077、日本鎖国、希望よ開け。